どうもよしォト芸人、コターティン・ホフマンとネズミ先生です。ふーの一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、あなたのこれからの仕事はどうなるというテーマでリーディングを行っていきます。カードは左から1、2、3番です。好きな数字、カードの絵柄、直感などで好きなものを選んじゃってください。また一つに絞りきれない方はですね、二つ、三つと見ていただいて気になったメッセージを受け取りください。えー、タイムシフトは概要欄に貼っておきます。まあね、 あなたが今されている仕事はどうなっているのかっていうのをアドバイス付きで見ていくのでよろしくお願いいたします。早速入っていきましょう。左の1番、8ブファイヤーというね、カード、選ばれた方のリーリングに入っていく前に説明していきます。この紫のカードでラストにアドバイスを出していって、ルノルマンカード、このカード3枚でですね、何かメッセージ、数字など三3つ話の後半でお伝えしていきます。 そして、こちら右手のカードであなたの仕事はどうなっていくのか未来を覗き見していきまして、左手のカードで現状など、テーマになることなどを全部整地に直して出していきましょう。まずは1枚目。ソードネスハッピーハッピー。ロラゴンスデイヤーが出ました。はい。いいですね。ハッピーハッピーが出てるんでね、もういいんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。 まあ、あなたのテーマになっていることとかね、現状とか、その付近のことをね、僕は直感交えて、予断とかも交えて、いろいろね、思いついたことをお伝えしていくというね、内容でございますので、よろしくお願いいたします。なんですけれども、さあ、ペラペラ喋りましたが、何でしょうね。現状、まあ、そうのね、何かね、あなたがね、これで仕事切り開いたんねん、自分の未来切り開いたんねん、これで天下取ったんねん、これで成果出したんねん、みたいなね。なんか、 本当に武器になるものを持っていたりとか、この能力自信あるねとか、これまだね、経験が足りないだけで経験を積んだり練習したり努力をしたら、形になっていくような、これきっと私才能あるんじゃないとかね、これ試してみたいな、確かめてみたいなっていうような、なんかそういう一つね、仕事でこれっていうものを持ってらっしゃる方が一番選ばれてるのかなって感じがしました。だからそのね、あなたがこれでこれから成果出すぞとか、これから出世するぞとかね、なんか、 うーん能力発揮するぞとかね。それを、それで未来切り開いたんねんっていうね。そういう頭がな、頭の中がそういう風になってるっていう現状です。きっと。はい。でも、現実はそう甘くない部分があって、みたいな感じで、ちょっとこのね、エイトオブファイヤーみたいな感じに見えるんですよね。ドラゴンズレイヤーとか今のあなたって。うん。なんか出口がないというか、 切り開きたいと思ってんだけどどっから切り開いていったらええんだろうかとかねうんなんかそれ切り開くためには準備が必要だったりとかなんか乗り越えなあかん課題があったりとかねうん処理せ,せなあかんことがあったりとか何かいろいろ問題というか、うん、クリアせなあかんもんがいっぱいあってなかなか前に進めずにいるみたいな感じに見えるんですよねうん。 なんかね、もうちょっとこの状況とか環境とかタイミング、出来事が重なって変わっていかないと、そのあなたがね、発揮したい、切り開いていきたい未来っていうのをやってきにくいんじゃないかなっていう心持ちって感じがするんですよね。頭にはこうしたいと思っているけど、現実がそう伴ってないから、心の中でどうしようかなって悩んでらっしゃるって感じがするんですよね。違いますかね。うん、どうでしょうか。またね、このハッピーハッピーがどう取るかなんですけれども、 うん、現状がそういう風に読めたんでハッピーハッピーどう撮ろうかなうん幸せ幸せですもんね。うん、ああでもねこれきっとあなたがね頭でこうしたいこれを使ってこれを生かして未来を切り開きたいってものと あなたが実際に持っている、備わっているポテンシャル、才能は違う部分がある感じがするんですよね。まあ、よく言うね、あの、好きと向いてるは違うみたいな、やりたいことと向いてることは違うみたいな、そういう感じがしますね。うん。やりたいことは頭でこれで未来、未来切り開きたいってものがあった、あるんだけれども、実際向いてることとかね、周りにそれ合ってるねとかね、言われるとこって別にあって、うん。 そこにちょっと気づいてない部分があるのかなって感じがしました。気づいてでもそっちはあんまりやりたくないなって思ってたりとかね。うん。ここってね、ほんと難しいですよね。うん。やり方としてはやっぱりね、周りに向いてるって言われてることとか、うん。見落としてる自分の才能みたいな方を活かした方がうまくいきやすいんですよね。うん。でも本人はやる気がなかったり、興味なかったりやる気がないってことが、 こういう人ってね、別にあなただけじゃなくて、僕もそんなこと山ほどあるし、もういろんな人、他の人もね、みんなそういうことあると思うんですけど、ポイントはそこをうまくね、どう融合して折り合いつけてとか、うまくね、なんかフュージョン。<laughs> ドラゴンボールで言うとこのフュージョンさして、うん。ゴテンとトランクスがね、フュージョンしてゴテンクスになるように分かりますかねこれドラゴンボール見てる人はね、見てたし分かりますかねうん。 なぜそのね、うまいことを、二つを組み合わせて、うん、切り開いていったらいいよって感じがするんですね。どっちがだけをやるとか、どっちがに偏るんじゃなくて、そのやりたいこととも備わってるものを足し算、掛け算っていうか、融合させて、フュージョンさして、いったら切り開いていけそう。だからそのフュージョンの仕方をね、どうやったらいいかっていうのを試行錯誤していくことが、今からのあなたのテーマ、課題になってくるんかなっていうのが、あなたの現状として見えたって感じがしましたけど、 けど、いかがだったでしょうかちょっとでもね、当てはまっていたら参考にしていただいて、自分と当て、自分の中にね、こう、自分に置き換えてメッセージ取ってもらったらいいし、で、またね、全然、あの、当てはまってないって方がいらっしゃったら、他の選択肢のね、現状と当てはめて、あの、見比べてね、ご自身の中をね、あの、掘り下げていってください。で、今からね、仕事どうなっていくかって未来の部分見ていくんですけど、占いは未,未来予言をするものではありませんので、うん。 あくまでこういうことがメッセージとして来ましたよ。それを聞いたあなたはどう思いましたかそこを掘り下げた先にあなたの未来に関する答えが実はあるんですよ。うん。そうやってこの占い使った方がいいよって僕はずっと再三お伝えしてるんですけど、それがね、心の羅針盤の向きをね、どっち向いてるか確認する、かし可視化しして確認するのに最適な道具、この占いはっていう風にお伝えしてるっていうことなんですよね。うん。 そこを踏まえてね、見てみてください。はい、一枚目。えー、月。ムーン。大アルカナね。大アルカナの聖地でこれ月が出ました。進化どん底。まさに今、どん底やね私の人生、仕事において。とかって方がね、選んでる場合もあるかもしれないですね。なんか不安、と向き合ってる考え事をしてるみたいな。一枚引きでね,ね、見たりとか、まあ、表面的なとこだけ見たらそういうふうに捉えちゃうんですけど、まあ、仕事どうなっていくか。うん。 まあ、そのままね、あなたの不安の先に、どん底の先に、うん、熟慮、熟考した先に答えが見つかるような展開が待ってるっていうことが出たと思います。うん。不安がなくなるとか、どん底を抜けれるとか、とかうん、考え事がなくなっていくっていうことは、考え抜いた先、不安を味わった先、どん底を味わった先にそれが起こるんですよね。うん。人間ってこう、苦しい時に、 早くそこを抜け出したいって感情が強くなるから、執着が生まれたりとかね、早く終わらしたいって感情的になって見失ったりして、いかに楽にね、魔法みたいなこととか、魔法みたいな言葉が降ってきて解決してくれるかっていう、なんかそのファンタジーを信じちゃうんですけど、ごめんなさい、そういうこと起こらないと思います。うん。あの、言ってる方がいいと思うんで、そういうこと起こらないです。はっきり言うと。うん。 じゃあどういう人に奇跡と呼ばれるようなファンタジーみたいなことが、ほんまにこれなんか物理的におかしいなとかね。不思議、思議できない。なんでこれ科学的に証明できんけど不思議なこと起きたらラッキー、奇跡やわってこと、どうやって起きるかっていうと、あなたがその不安を向き合、不安と向き合ってどん底をしっかり経験して、考え抜いて行動した先に起こっていくことなんですね。それがないのに、うん、魔法みたいな転換起きてね。うん 不安でなくなりますよっていうのは、もうデタラメです、そんなものは。起きないです。はい。で、だからね、これから仕事でどうなっていくか、あなたが、このフュージョン、最初に言ったフュージョンを行って、その現状打破であるとか、あの結果を出すってことに対して、試行錯誤していくんですよ。うん。で、そうやってね、不安を乗り越えていく、不安と向き合って乗り越えようとしていくんですよね。うん。で、どん底。 本当に今どん底を感じてるんやったら、あとはもう底抜けたら、あの、明るくなっていくだけやし、回復していく。上に登っていくだけなんですよね。だからもうどん底が見えてるとか、どん底を感じてるってことは、もう次、次の天気であるとか、次の発展展開ってものがもう近いってことなんですよね。うん。そういうふうに物事をプラスに捉えていかないと、 どん底やから私もなんか悲劇のヒロイン症候群に陥りましたとか、そんなやってたらもう神様助けてくれへんし、見えない存在助けてくれへんし、周りのね、普通の人間のメンバーも助けてくれないです。あいつめんどくさいなってなことで。うん。そんなくよくよしてね、なんか嘆いてるやつなんかめんどくさいなってなるじゃないですか。お金払ってなんかサービスでね、プロの方に、なんかこういうことあるんですよって聞いてくださいよってたら、ああ、大変ですねって聞いてくれると思うんですけど、友達付き合いとかね、そういった他のこととか、 見えない存在なんか無償の関係じゃないですか。うん。お金払って見てもらうとかじゃないんで、めんどくせえなと思って手貸してくんないですよ、そんな。だからそういうことじゃなくて、姿勢ですよね。うん。どん底やけど、うん。で、甘えたかったら甘えたらいいんですよ、別に。私しんどいから甘えさせてって甘えたらいいんですけど、そうじゃなくて、嘆いて文句言って泣き言,言言って何もせえへんとかしてると、うまくいかないしサポート入らないよってことなんですよね。で、 じゃなくてあなたがその試行錯誤している時に絶対にヒントになることとかメッセージになることが絶対に降ってくるよって。うん、でそれをもとに1回で成功せえへんから何回も何回も試行錯誤していって進んでいった先にどん底を抜けたりとか希望の星をね掴んだりとか不安を乗り越えられるよって。うん、そうそういう展開が待ってる。だからね しんどいっちゃしんどいし、坂道登らなかいような状況やと思うけど、それは登りきれます。登り、あなたが登りきれるだけの角度と距離の坂道が用意されていて、そこを登っていくだけなんですよね。なのに、登りながら、しんどいよめんどくさいわ、なんか、とか言いながら、全然登らんくなったりとかすると、うん。ちょっと難しいかなと思います。その先の展開、うまくいくのは。うん。そうそう。で、それはしんどくでもいいから、ここは休もうとかね、計画立てて休みながら進むとか、 うん、しんどかったらね、誰かの力借りるとか、なんせ、その坂道を登りきるっていう前提を私、頑張るよ、行動するよって前提で、いろいろ楽しようとか考えるのはいいと思うんですけど、そもそも登ることを放棄していて、誰かに登らせてほしいと思ってる人はうまくいかないってことをね、うん、当たり前のことをちょっとお伝えしておきます。はい。なので、仕事どうなっていくか、もっとね、 はっきり言うと、だからあなたが今課題となっているフュージョンさすこと、やりたいこととやれることをうまく融合させて未来を切り開いていくってことできるからそのアイテムなに何々があなたに与えられて今その状況が作られてるんですよね。絶対にいけるんですよ。間違いなくいける。うん。成功する。うん。もう見えてあるんですよ。成功は。ただ、あなたが次にどうなっていくかっていう近未来の様子は まずやっぱりそこをね、生み出す新しいものを生み出したり切り開いていったり不安と向き合うとか、どん底を味わいながらでも諦めずに進んでいくとかね、そういう道のりも待ってるよっていうで、やっぱりそこを乗り越えた先にいろんな知性とかね、精神力とか人間力とかね、うん、考え方とか習慣とか身についていて、その先で成功した先の続きの道をね、 堂々と歩いていけるっていう体力、精神力、気力、知性が備わっているって状況にしなきゃいけないから、そういうのを通っていくんですよ。うん。そうそうそう。それがないのに、すっ飛ばしてゴールバンって行けましたって多分ね、ほんまにできると思うんですよ。その気になったら。うん、見えない存在とかも含めて、すげえサポート入っていけると思うんですけど、 その先、あなた地獄が待ってます、その先は。もしそんなんできちゃったら。その先はもっとね、あの、ワンランクもツーランクも上のとこに行かなあかんから、必要な知力、えー、知性とか、精神力、体力いるのに、ないとこ、ない、足りひん状態で次のステージにね、パンって行かされたら、地獄見ます、それ。うん。できひんから、対応できひんから。だからそうならへんように、まずは力つけさして、 次のステージで幸せになってもらおうっていうことで言ってるんで、これ厳しいとか、そんなんじゃないんですよ。むちゃくちゃの愛情なんですよ。むちゃくちゃ優しさ、愛情の塊でそういう展開に行くってことなんですよね。うん。そうそう。そこをしっかりと認識されて進んでみるっていうことですかね。うん。そうそう。 不安と向き合ったらどうやってこの不安を乗り越えてやろうか。うん。どん底にぶち当たったらどうやってこのどん底から抜け出してやろうか。うん。答えがない悩みの中からどうやって希望の星を掴んでやろうかっていうね。できます。その姿勢であなたが望んだらできます。きっと。アドバイスとか次々言っていきましょうか。ルナルマンカードでまずね、タイミングとかなんかヒントになるようなこと聞いていきましょう。 2番の四つ葉のクローバー、19番の塔、36番の十字架。まあ、この3つの数字が何かねヒントになってるかもしれません、ね。2、9 36。うん。やっぱりね、幸せの四つ葉のクローバー、これめっちゃよく出るな。これがやっぱりヒントとして来てるんで、その先にあなた幸せつかむよって言われてるし、うん。辛い状況はもう終わるからって。うん。 必ず終わって幸せつかむから、うん。それ諦めないでねって言ってきてます。アドバイス。これ欲しいものに手を伸ばそうやったかな。うん。あなたが仕事において欲しい展開って何ですかねうん。どうなりたいんですかね仕事で。うん。仕事で成功したいとか、 なんかそ抽象的なことじゃなくて、具体的にどうしたいかっていうことですね、うん。そこをはっきりして行動していけばつかめるっていうことがアドバイスとして言われてます、うん。ちょっとね、一番選ばれた方、ちょっとだけふわふわしてたんじゃないかなと思います、いろいろ。うん なんか奇跡の展開が起きて、誰かが助けてくれて、なんか導かれていくんかな、みたいなことを望まれて、一番選ばれた方が多い感じがするんですけど、それとは反してすごく現実を見なさいと。うん。現実的に考えてもっと行動していきなさいってことを、なんか言われてる感じがしましたね。うん。そう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 。なんか欲しいものを求めて、 それを具体的にして進んでいく。いつも言っている通り、だから、あなたお腹空いてます。腹を満たすっていうことが幸せやと仮定したら、どういう満たし方をしたいのか。うん。脂っこいものが好きな人だったら脂っこいものを求めたらいいし、脂っこいものの中でもたくさんあるし、いや、さっぱり系が好きな人だったらまた全然求めるものちゃうじゃないですか。で、それをどうやって手に入れていくかっていうのまたちゃ違うじゃないですか。うん。 自分で作るのか、他人に作ってもらうのか、食べに行くのか、とかね。うん。いろんな選択肢があって、いろんな満たし方があるんで、はっきりして、そっちにあなたがこれって言って決めて進まない限りは、何もサポート入れようがないんですよ。入れてあげたいのに。うん。だって、脂っこいもん、本当は食べたいって思ってるけど、なんか食べたいだけ言われて、 じゃあ手伝うわと言ってさっぱりしたもん用意してやら、え、あなたそれを求めてるんのちゃうからやめてって迷惑になるじゃないですか。うん。だから、あなたが決めてまず行動してもらわないと、うん、サポートのしようがないんですね。いろんな存在が。身近な人やったり見えない存在も含めて。うん。これ基本なんですよ。それ、基本。うん、そうそう。だから、それをしてくださいっていう、すごくもう当たり前のことをめっちゃ言ってきますね。カードが。で、 えじゃあ、その、なんかあの、融合フュージョンどうやったらいいのですけど、あなたがまず考えて、まず最初の設計図の線引いていかないとダメなんですよ。うん。あれがいいかな、これがいいかな、っていう。そしたら、そこにヒントとか、なんか導きみたいなが起こるんですけど、まず導いて、ヒントください、まずください、みたいなやってると、車も来なくなっちゃうって感じがするんですよね。うん。で、だから、 まずは自分の思うようにね、もう失敗前提で何でもいいのを思いつくように、どんどんトライしていってください、一番の方。うん。そうそう。そしたら、もうこういう状況になると思うんですけど、多分ね。不安なり、どん底なり、うん。なんか答えわからんわって、と、とこのその壁にぶち当たるかもしんないけど、うん。そこは乗り越えられるからって。うん。そう。 だから、まずね、そこを感じる。うん。そこを味わうことが必要なんかもしれない。そこで、なんか鍛えられるところがあるみたいですよ。うん。そこで必要、鍛えるってことが。うん。そう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 。で、その先に何かこう、四つ葉のクローバー出てくれたしね、幸せになるよって。幸せな展開、ラッキーな展開起こるよってね、辛い状況は終わるよって言われてます。 そそそうそう,そうそんな感じですかねなんかすごくはっきりと、えー、出た結果をお伝えしましたがいかがだったでしょうかでこう出た結果を聞いてあなたが心で感じたことを掘り下げていった先に未来を作る答えがあるので、うん、未来予言をしてを言ってるんじゃないんですけどねこの占いって。うん、便宜上そういう言いい言方になるんですが、うん そこを前提で見られた方がいいと思います。なんかね、こう、何かいつも僕が答え言った時にね、こう言われましたたまにコメントくれるんですけど、いやいや、こう言われましたじゃなくて。<laughs> うん、で、僕の言った通り未来になるんですか違いますよねってことなんですよ。そうそうそう。そんなことないですよね。あなたが思った通りの未来が作られていくんで、あなたがどう思っているのかっていう知るためにこれ見れてらっしゃるんじゃないですかってことなんで、そうそうそう。そうなんですよ。だから、 そういう風な使い方をね、おすすめしていますし、結構そういうね、メッセージが、あの、多いかもしれないです。僕のリーディングは。うん。そうそう。忖度リーディングはちょっとうちやってないんでね。はい。忖度リーディングあんまやってないんで、うん。なんかそうなりますね。はい。ということでございました。はい。ぜひ参考になさってみてください。以上が一番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になった方はぜひね、 高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指して日々ね、動画投稿しておりますので、5000名に達成した際にはですね、何名かの方に個人鑑定を無料でプレゼントさせていただきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てね服バイビーチュッチュ水のめコテティありがとうございます。ホイールオブフォーチュン選ばれた方。 紫のカードで最後にアドバイスを出していきます。ルノルマンカードでも何かヒントになるようなメッセージ、数字を後半でお伝えしていきます。右手のカードでは仕事がどうなっていくのかっていうね、近未来見ていって、左手のカードで現状を全部整地直して見ていきましょう、えー。エースのペンタクル、イマジン、メタボルフォーゼみたいな感じですかね。変化変容のカード出ました。以上のカードからあなたの現状に関すること、テーマになるようなことを全部ね、 え、直感を交えて、もう、忖度なしでね、お伝えしていくので、ご自身でね、当てはめてください。ご自身の状況とかで。で、受け取ったメッセージを元に、ご自身の中の心の気持ちをね、整理したりね、理解、探求するのに使ってみてください。よろしくお願いします。まあね、運命の輪をね、選ばれたっていうことなんで、何かこう、タイミングを待ってらっしゃる方とか、 まさに運命を感じたいというかね、運命の輪を回してみたいわ、回ってほしいわ、うん、早くいろんな良いことを起こってほしいわっていうね、期待を持ってこのカードを選ばれた方も多いのではないでしょうかって感じがするんですけど、うん。何かでも始まりを表すエースのカードが出てるんで、しかも今回仕事っていうのがテーマなんですけど、ペンタクルお金のカードの始まりが始ま、あの、お金のね、エース始まりのカードが出てるんで、うん。 なんかいい展開が今起きてるんじゃないですかね。うん。いい流れが来てるというか、なんか新しい仕事、うん、に興味が湧いていたりとか、なんか新しいアイデア、仕事のアイデアがもう浮かんでいて実行しようかっていうふうな、えー、ことを思ってる方とか、すでに実行してる方とか、うん。なんせ今のあなたはこう、ちょっと新しい仕事にね、縁があるような方が、 一番選ばれてんのかなと思いましたね。うん。もうなんかね、それはなんで、じゃあそうなってるかというと、もうね、なんか、なんて言うのかな、これ、なんかもう、ま、待ってられへんわ、みたいな感じに見えるんですよね。うん。もうなんか、日本のね、経済対策なり、政治の動き見てても、 国民に厳しいね、政策ばっかで、もう待ってられへんわと、うん。国に期待してられへん、会社に期待してられへんから、もう自分の力で、アイデアで動いていった方が、もうよっぽどね、効率よくお金稼げたり活躍できるんちゃみたいな、もうなんかそういう考え、うん。なんかそういうね、腹くくってる感じというかね、覚悟ができたというか、 もう自分で変えたらみたいな。うん、自分でよくしていったらっていうね、うん。なんか自立してる感じがするんですよね。今まではそのなんか誰かがよくしてくれたらええのにな。会社が国がなんかやってくれたらええのにな。みたいな感じだったのが、もう辛抱ない。辛抱たまらん。うん、もう私は自分でやっていくぞっていうふうに決めた方がこの2番を選ばれてるのかなって感じがするんで、そのまま行ってください、もうそれ。うん まさに独立すすするるるタイミングの人がが見てるってっ感じがするんですよね、うん、だからこれからちゃんと自分のもっとねあの独立せんあの別に自分で仕事を起こしてやなんっていう人でもこれから自分のベストバランスのね働き方でもって仕事していこうっていう風になんか考えが変わっていってるというか社畜になってたまるかというかね。うん 自分が心地のいい働き方って何だろうっていうのを考え始めた、うん、まさにもうそうやってあの自分らしくね羽ばたいていってやらっていうふうにこう今決意されてる方、うん、考えてらっしゃる方が2番選んだんかなって感じがしたんですけど、うん、どんどんねもう進まれていくといいと思いますよそれ。うん なんか背中押されてるんでね、それ。行って行って、みたいな、うん。きっとうまくいくよ、みたいな状況ちゃうかなと思うんですけど。ちょっと近未来見ていきましょうか。キングのバンド。いいや。<laughs> もう経営者のカード出て、もう。カオスコンフリクト。スパーク。行ってください、どんどん。<laughs> もう変化できます。あなたが思っている以上の変化が待ってるって言われてます。うん。 そうそうもう情熱の赴くままにうん攻めていってくださいガンガンそうしたらステータスも上がるし収入も上がるし思ってもいない思ってる以上の成果変化がやってくるうんでもっとその楽しくなってくる情熱の量が増えてくるうんそれに対して面白いなって夢中になってるあなたがいます未来はうんそうそうそう そんな状況になっていきそうだから、どんどん思いついたことを形にしていく。うん、トライしていく。といいでしょうって感じがしました、うん。なんせね、情熱がすごく湧いてますよ。やる気とか、うん。やりがいとか。そっちに行ったら。なんかそういう状況になってそうっすね。まあ、お金も上がる言うたけども、上がるんでしょうけど、なんかね、そこよりもね、やりがい。 うん。やってて楽しい、生きてて楽しいみたいな、そういう状況に行ける感じがします。うん。かなちょっと先進んでいいですか一旦。なんか、一旦なんか何も浮かばないんで、ちょっと次、次行きますね。ルノルマンカードになんかメッセージとりますね。3番の船。 25番の指輪、28番の紳士。まあ、32528がつくタイミングでなんかメッセージとかね、出来事やってくるかもしれないんですけど、ちょっとね、それは捉えておいてください。32528、うん。ちょっと今日ちょっと絵柄からなんか撮ろうかなと思って。でもやっぱり紳士と指輪か、なんかすげえ変化するんな、これ、うん。海外とかを表す船のカード出てるんで、活躍の 舞台がね、世界。うん。まあ、ネットとかを使って、まあ、世界中の人に対しての、このアプローチできるような仕事と関わっているかもしれないし、あなたが本当海外に行くようなね、仕事と関わっていくかもしれないし、なんか契約を表す指輪が出てるのと、紳士が出てるんで、何かあなたにね、うん。いい条件を提示してくれる仕事を、こう、契約しませんかって言って、こう、契約持ってきてくれるような、まあ、目上とか実力があるとか、男性 うん、そういう男性が現れて、契約ごとが結ばれていってな、海外での活躍とかね。うん、海外進出かもしれへんし、海外と関わるような、なんか仕事やっていくかもしれへんし。うん。なんかそういう展開が起きそうだなって感じがしましたね。うん。だからどんどんね、これが、これがだから予想外って感じやと思うんですよ。海外、世界、へ契約えお、おじさんが、 なんかいい話持ってきてくれる。ほ、は、う、あ、予想外やなっていう、そういう展開が起きそう。あなたがこう頑張ろうと。うん、一人でなんか仕事を起こすんかなんかわからへんけど、働き方変えようとするんかわからへんけど、なんせこれでやったらっていうアイデアが思いついて、うん、それを進めていった先にそういったことが起きそうですね。指輪、船、紳士が出てくるような展開が起きそうって感じがしました。アドバイスがコネクトビーズネジめっちゃ出るだこのカード、ほんま うーん、ちょっと全然分からへんから、追加引きますね <laughs>。うん、ホリでそういうニュアンスか。うーん、なんか分かりにくい、もう一回行こうかな。レッドも、なんかそういうことか。なんかね、身軽さ。うん。心も体も身軽でいてねーって言われてる感じがします。なんか移動するんちゃいます、仕事で。うん。 引っ越ししたりとか、引っ越しせんでも、部署移動かもしれへんし、なんか、部署違うのに、あ、あなたフットワーク軽いから一番動けるやろって言って、なんか仕事振られて、みたいなことさせられるかもしれへんし、なんせね、身軽でいてね、3枚のカードの文字の意味とか全然関係なく、もう身軽でいてねって感じがしました。うん。<laughs> フットワーク軽く動けるように身軽でいてください、心も体も。うん。 それがアドバイスです。いろいろね、予想外の角度から、いろんな仕事振られたりとか、いろんな展開でもって変化が起こりそうだから、心も体も軽くないと、すぐにそれに対応できないんでね。ああ、ちょっとどうしようか考えますとか言ったりとか、あーやっぱり嫌やなー、なんかやめとくかなー、みたいな感じで、なんか足取り重くしてたら、なんかチャンス逃しそうだから、うん。なんかなんか来てもね、 急になんか言われても、あ、じゃあ面白そうだからやってみようかなって感じで、軽いノリで、うん。わかりました、わかりましたってやってみればいいと思います。なんかそれを一生やらなあかんこととかになるわけじゃないから、なんかそういうね、なんか身軽に何かを言わ,言われた時に身軽にそれをね対応して、なんかね、やりこなしていくというか、うん。そうのやっていった先に、なんかあなたが本当にやりたいことに繋がったりとか、 なんかチャンスを持ってきてくれたりとかね。あの時はなんかき、なんていうの急に頼んだのにもかかわらず、なんか快くねあの、受けてくれてやってくれてありがとう。で、君なんか気に入ったから、こういう契約交わしたいねんけど、みたいな話になっていきそうなんですよね。うん。そうそう。だからそれに興味あるとか、興味ないとか、やりた焼いやりたくないじゃなくて、身軽に、 なんか言われたら、頼まれごと断らないってこと、そうそう。嫌な、めっちゃ嫌やったら断ってください。うん。ただ、そうなんや。まあなんかやってもいいかな。まあちょっと興味あるなとかね。まあ一回乗っかってみんなおもろいやろぐらいの感じのやつ来たら、身軽にね、気軽に乗っかっていってください。その話に。うん。そうしたら、こう予想外の展開に巻き込まれていって、仕事でこうもっと飛躍していく。契約が結ばれたりとか、予想外の変化。 っていうのが待ってて、どんどんやりがいとか情熱っていうのが増えていって、楽しい。うん。ステータス、ステータスも上がるかもしれへんし、こう、お金も入ってくるかもしれないですね。今よりも。うん。でも、ポイントはやりがいとか情熱、夢中とかそういうことがいっぱいやってくるんで、うん。そっちが増えそう。これから。うん。 そんなことは起きそうだなと思いました。今日はちょっとね、こういう短くね、まとめてお伝えしたいなと思ってたんで、うん、こんな内容ですが、いかがだったでしょうか。だから、現状ね、なんか変えてやら、うん。っていうそのね、気合、気合というか、情熱というかね、うん。そこから生み出される何かアイデア、うん。行動のヒントみたいなのが湧いてきたら、どんどん行動していってみてください。はい。そっから、 あなたの予想外の展開に巻き込まれていって、やりがいがあるね、仕事にこう繋がっていきそうなんで、うん。そう、身軽に、気軽にね、心も体も軽い状態で日々過ごしていけるようにね、うん。なんか頼まれたらすぐにフットワーク軽く対応できるようにしておいてみてください。きっとうまくいくでしょうって感じがしました。はい。以上が、 2番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったよって方は、ぜひね、高評価ボタンで僕に教えてみてくださいで。メッセージはね、こうやっぱり未来予言をするために言ってるんじゃなくて、聞いた時にあなたがどう感じたかを掘り下げていった先に未来の予言というか、未来がどう作られていくかの答えが実はあるんで、よかったらそこを探求なさってみてください。 え、今ね、チャンネル登録者数5000名目指してね、動画を日々投稿していっております。5000名達成した際にはね、個人鑑定を無料で何名かの方にプレゼントしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てね、服バイチューチューチュー水飲めありがとうございます。水いただきます。テンプテーションのカードね、選ばれた方いきましょう。最後に紫のカードでアドバイスを出していきます。 ヌーロルヌマンカードで、まあヒントになるようなこととかね、メッセージ、数字とかを話の後半でお伝えしていきます。右手のカードで仕事これからあなたどうなっていくのか、近未来出していきます。で、左手のカードで現状全部整理直して出していきましょう。ペンタクルの9番、えー、ニューライフ、ワンリングサーカス、一人舞台ってカードですね。まあこれらのカードで現状とかテーマになることとか、まあそういうこと。 えー、いろいろその辺のことに関することとか余談とかね何か思いついた余談とか直感でひらめいたことを皆さんお伝えしていくんでご自身の状況に当てはめてね受け取ってみてくださいはいではいきましょうよろしくお願いしますまあでもなんか寝ている寝起き一人でなんかこうなんか佇んでる感じなんかね一人やね動物抜いてね一人やねって感じ人が。 ナインのペンとくるうーんえっとねこれねもう動き出す時やね3番の方、うん、もう静かなる時、うん、止まっている時は終わりだよって、うん、もう嫌がおうにもう動かなあかん瞬間がもうタイミングに今いるよってうん。 そろそろ起きて動き出してねって言われてます。それがテーマになってます。うん、もうね、待つ時期終わりました。静かにする時期終わりました、うん。止まっている時期終わりました。動き出していってください、どんどん。それがテーマです。でまたね、やっぱ仕事で,でてやってたらテーマ。めっちゃお金のカード出てくるんで、ここもたまたまね、金貨みたいなのが、ドル箱みたいに入ってるじゃないですか。うん だから仕事せえって言ってきてます、すごい。<laughs> うん、仕事をバリバリやり出す時期に入っていくって感じがしましたね。うん、で、これはあの嫌な仕事じゃないんですよ。うん、仕事っていうのはあのライスワーク、お金を稼ぐだけじゃなくてライクワークもあるしライフワークもあるわけじゃないですか。 そういうね、あの、何て言うの、お金稼ぐだけじゃない仕事もいっぱいあると思うんで、うん。それをやっていく。一、うん、個じゃないです、あなた。うん、たくさん。やりたいことをやっていってください、どんどん。やりたいことを好きなように、どんどんやっていってください。それが仕事につながっていくからって。うん。そう。 中には普通にほんまお,お金もらえる仕事も入ってくると思うけど、うん。どんどんやる。まあ頭で、もうアイデア浮かんでるやつ全部やってください。うん。もうそれはもう止まってる暇ないでって言われてます。もう今くもやってって。うん。もうこの動画見終わったらすぐやって、みたいな。うん。そう。で、やっぱりまだ寝起きやから、 そんなに動きしないと思うんですけど、まずは布団から出るみたいな感じですよね。まずは一歩出るみたいな。うん、いきなりマラソン走れるとは言わないですよ。いきなりまずは布団から出ていって、まず顔を洗おうかみたいな感じで始めていったらいいんですよね。うん、そしたらだんだん目覚めてくるんで、活動範囲も広がっていくじゃないですか。頭も冴えてくるし。うん、でまずは小さなことからでいいんで、 思いついいいつたことをやっていっててくださいど,ん,どん,うんそれお金を稼げる仕事かもしれへんしお金を稼げない仕事かもしれないけどうんどんどんやっていくうんそうそう起きろ起きろって言ってますようんもうここまであのゆっくりするのはもうここからガンガン動いていってくださいって言われてます アドバイスじゃないわ。未来見ていきましょうか。仕事どうなっていくか。エンペラー大あるかな。ブレス。フォローザリーダー。うん。リーダーになってください、リーダーに。あなたリーダーになるよって。うん。あな、えっとね、みんなについていくんじゃないんですよ。あなたがみんなを引っ張っていくんですよ。みんなを連れていくんですよ。 それになります。これから。うんで。あなたが見本になっていくというか、モデルケースになっていくというか、うん。そういう近未来が待ってます。うん。だからあなたがやることが結構新しいことが入ってる感じがしますね。うん。それ働き方なのか、やること内容なのか、取り組む新しい仕事のことなんか、あ,たあなたが発揮する能力、才能なんかわからへんけど、 なん新しい感じがする。で、その姿にみんな憧れて引っ張られていくっていう感じがするんで、例えばね、あのー、例えば何やろうな、昔は芸人やるって言ったら、僕芸人なんでね、芸人の話しますけど、芸人やるって言ったら、バイトなんかしそうばいかと。 バイトと芸人どっちやりたいねー言うて、バイトなんかいいせんで <laughs> っていう、わけのわからんことをね、みんな平気で言ってるし、言ってたし、今、まあ、未だに言う人おるんだけど、さすがにまだ減今、最近は減ったけれども、うん。あの、むちゃくちゃな理論言ってくる人、<laughs> めちゃめちゃおったんですよね。いや、どうやって生活性いよねみたいなね、そんな。うん。両立させてこそやろ、みたいな。うん。で、だん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 その、 芸人の方の仕事を増やしていくってことをしない限り、無理やからそんな生活するのっていうのはあるんですけど、最近はね、ほんま、一般企業で社員やりながらでも芸人やってる人なんか全然いるし、自分でね、会社の社長やりながらなんか芸人やってる人もいるし、もう今はそんな当たり前ですね。聞いても驚かないじゃないですか。うん。だから、もうモデルケースが誰が作ったものが、 いいつのににか広がっていっっててて当たり前になってるわけですよね、うん、だからこれから今あなたが思いついてることをどん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 やっていく中でそういったスタイルのようなものがねなんか生み出されていく感じがするんですよ仕事そのもので新しいことをするかもしれないしそういうね働き方っていうことであこんな稼ぎ方パラレルワーカーみたいな、うん、こういう組み合わせの働き方であなんか活躍する,する人もんねやっていうその,そのなんか第一人者的な、うん 感じにあなたがなっていくのかもしれない、うん。それかもうそのままね、なんか仕事を起こしてリーダーになっていく。うん、経営者になっていく人もいるかもしれないし、うん、なんか新しい仕事、組織に属した時に、なんかリーダー的なポジションを任されるっていう人もいるかもしれないし、うん、そうやってあなたが今までの経験を生かしたあなたが未来で、うん、リーダーになってるよって。うん、だから、えー、みんなを引っ張っていくんですよ。あなたが代表になって、リーダーになって。 そうやって全体のバランスを取るような役割が与えられるというか、そういう存在になっていくから、なん寝取る暇ないんですよね、もう。<laughs> そう。どんどんあなたが活躍していって、あの、引っ張っていってもらわなダメなんですよ、世の中を。うん、民を、大衆を。うん。そうそう。選ばれし人です、あなたは。だからはい、そうそう。 どどんんんそっっちへ進んでいいてください、うん、今はまだ名もなき花かもしれないけど後で名前がつくよってその花に「うん、あなた」っていう名前の花か、うん、あそういう花の咲かせ方あるんだね」ってみんな真似しますとか、うん、そうそうもう暇がないですよってだからこの先の展開予定詰まってるから「はい、うん、動いてね」って。 そんな言われてる感じがしました。ちょっとね、ルーンドマンカードでもね、なんかメッセージ出しましょうか。お、1番のジョッキー、騎手のカード来ましたね。で、10番のカマ、12番のインコですね。1、10、12がつくタイミングで何かメッセージとか出来事来るかもしれないですね。うん。 なんか一番のこのジョッキーまあ速いスピードでなんか嬉しい知らせくるなんて言うんですけどね、うん、でこうあなたに見えましたねこれねあなたが女性とか男性とか置いといて、うん、こうやってこう忙しくねこういろんなとこをこう、まあ、例えば車とか車持ってないとバイクかもしれんしバイク持ってないとこうなんか公共の交通機関などを用いてなんかこういろんなところに呼ばれてね 飛び回っていってるのあなたって感じがするんで、うん、本当忙しくね、あなたが必要とされて求められて、こういろんな全国、下手したら世界かもしれへんけど、いろんなところをね、こう呼ばれて飛び回るって感じになっていきそうなんですよね。うんえー、それもこれもやっぱり今までのあなたの経験が生きる、うん。あなたが経験してきたことが、なんかこう、糧になって、うん 武器になって、肥やしになってるから、うん、それを活かして、必要とされていく。うん。ま、ね、いろんな人からね、こう、ま、DM なんか、メールなんか、電話なんかで、ね、依頼が入ってきそうですね。うん。そうそう。だから、その、今言ったら全部未来のかことなんだけど、 ここができてないと起きないっすよ。当たり前だけど。うん。早う動いてねって言われてるから。うん。どんどんその思いついてることをやっていってもらわないと、そうならないけどね。うん。アドバイスいきましょうか。どうたまあ、軽く、軽いノリで、何でもやっていってーって言ってる感じに見えました。うん。 軽いノリでみんな何でもやってやってみたいな <laughs>。感じに見えましたね。うん。なんかね、適当でいいんですって。やり方としては。うん。適当。めっちゃ光反射してた、ここ。適当ね。適当でいいって。あなたが、なんか真面目にね、こう、牙って、なんかやった時のあなたより、 楽しんで適当に遊ぶような感覚で取り組んだ方があなたの良さとかね、能力が発揮されてうまくいくからって言われてます。逆に真面目になりすぎるからあなた多分、うん。決まると半減するタイプやから力が。だから楽しみって。 遊ぶような感覚で軽い気持ちで生きって。遊ぶような軽い気持ちでやるってことは失敗してもえ,えただこれやるのが楽しいねってことですよね。うん。絶対これ私は100杯数100中で成功させなければダメなんだって牙っていう真面目に努力してガーってやったらうまくいかないです。うん。力半減します。うん。どうせ、こんな人生一回きりやろ。うん。言うて仕事言うたかって、もっと俯瞰してね。うん。 もっとタッカーしてみたときに、いや別にこんなん別に、うん、そんな何か、なんていうのほんまにむちゃくちゃ大事なことかって言ったらそうじゃないやんってことは多分ね、本質見抜いてきたら分かってくると思うんで、うん。う遊び半分でやったらええやん、みたいなね。<laughs> うん、軽くやろ、軽く、みたいなことで、ライトにライトにやっていくと、うん、楽しみながらやっていくと、 うまくいくよって言われてます。うん、なんか期間を決めてとかこういう結果を出さなければならないとか,、うん、かそういうなんかね制限をつけると目標をつけるとなんかそういうねなんかそういうの何て言うのゴール設定するというかなんかそういうね基準をつけちゃうと、うん、途端にしんどくなるんですよね、うん。成功させなければならないとか。 じゃなくて、それやること自体がなんか、仕事ってゃ仕事やねんけど、うん。遊ぶ <laughs> 遊ぶ感覚うん。遊んじゃえみたいな。うん。そういうノリでやったらいいよって言われてます。うん。うんうんそうそう。どっかでね、なんか日本人ってやっぱり、 遊ぶ感じで仕事すんなってこう言う人おると思うし、職種によってはね、例えば外科外科の手術しとる時にね、ヘラヘラ笑いながらね、アメストってや、ハリといとみたいな感じでやってたら、お前真面目にせえってなりますけど、そういう、そういう現場ではね、うん、遊び感覚でやったらダメだと思うんですけど、だから、ね、仕事にもよりますが、うん、それ遊び感覚でやった方が、うまくいくっていうやつも、 まあ,ありますよね、うん、なんかそういったことを言われてるんで、うん、軽いノリでいきましょう。うん、そうそう。そうそうそう,そう。だからねやっぱりねこう失敗したらダメっていうことを思わん方がいいですよ。うん、そう。そういうね、なんて言うただ開き直りというか、 ライトさ、本当に。それが大事って言われてます。そう。それができたときに、なんかすごく開けていきそう、あなたが。うん。自分でだから花咲かしていきそうっすね。自分の花を。うん。そんな感じに見えました。うん。さあ、以上が3番の方へのメッセージでございました。今回はね、ちょっとね、 短めにね、うん、なんかまとめたいなぁと思って、サクサクどんどんいっちゃいましたけど、いかがだったでしょうか。メッセージは、未来予言ではないのでね、ご自身の中でこう、当てはめて、なんかこう、響いたなってことがあった、なんか反応したなってことがあったら、掘り下げてね、どういうふうに感じた、なんでそういうふうに感じたのかっていうところを掘り下げた方が、自分の未来がね、正確に見えてくるので、ぜひそういったふうにね、ご活用ください。 では以上がサンマの方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったよという方はぜひね、高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指してね、日々動画投稿を行っておりますのでね、5000名達成したら、何名かの方に個人鑑定をプレゼントさせていただきます。ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。さあ、いかがだったでしょうか。今日はね、特にもう損くなくね、 お伝えしましたし、ちょっと短めにね、まとめようと思ってお話ししましたけど、いかがだったでしょうか。一番の方がにね、まあまあ厳しいと言われそうなね、内容でお伝えしたと思うんですけど、いつも何,何回も言わせたから未来予言売ってるわけじゃないから、うん、自分がこう感じたことを掘り下げる材料にね、使ってもらったらいいので、はい。あまりね、悪くね、受け取らないようにしておいてください。はい。もうね、こう、いろんな テーマーでいろんなメッセージ毎日出してるんで、5月なんかほぼほぼ毎日ね、出してると思うんで、もういろんな角度のメッセージをね、お伝えした方がなんか役に立つのかなっていうのもあってね、はい、日々、僕の中でもこう試行錯誤しながらね、メッセージを考えてお伝えしてるんで、はい、あまりこう深く捉えずにね、ライトにライトに捉えてね、で、自分を掘り下げるときは深くね、考えて探求してみてください。 きっといい答え見つかるんじゃないでしょうか。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。また見てください。また見ろやなグッバイビューセンキューベ o u b よよ